本日は2023年の6月30日、サーティミニッツミッション公式戦やサーティミニッツシスターズのコンテストなどサーティミニッツレーベルで様々なイベントが始まる日の当日となりました。今回の動画ではそんな数あるイベントのうちサーティミニッツミッション公式ツイッターでの情報提供が盛んになっていたからバリグランプリに登場する機体をチェックしていくことにしましょう。念のためおさらいをしておくと、今日から始まるカラバリグランプリがどんなイベントなのか。というと、まず A から B までの4グループにそれぞれボルカノバ発売時点までに登場済みのエグザマックス及びエグザビークルのうち、商品化されていないカラバリが1グループにつき5つラインナップされていて、その中からユーザー間の投票で1グループ内で上位2機を選出。その後各グループ上位2機。合計8機の中から決戦投票を行い、そこを勝ち抜いた最上位2機がなんと新商品としてキット化される。という公式のイベントとなっているの。未発売のカラバリが選出されているということですが、アルトとポルタノバ以外の機体は、基本的にカラバリは合ってないようなものレベルで少ないので、むしろ発売済みのアイテムの方が少なく、残念ながら今回敗れてしまったカラバリもまた数多くあるようですが、この動画ではひとまず私たちと一緒に登場キットをチェックし、どんな使い方ができそうか、どの機体に投票したいか、というのをよかったら一緒に考えていきましょう。よかったらコメント欄でも使い方の案などを教えてね。それじゃ早速始めていこう。まずはグループ A に割り当てられた機体からチェックしていくよ。1機目はこちら、エスポジットのレッドだの。1機目からいかにもエース機っぽい感じの機体が出てきたね。思い返してみれば、ポルタノバ以降のエグザマックスではレッド成型の機体、出てませんでしたね。一応例外としてプレ版限定仕様であるアナザーエグザマックスプラン枠でラビオットがいるにはいるのですが、本手元にないのでチェックできないものの、アナザーエグザマックスプランラビオットは心なしかレッドの色合いが少し明るめだったような気がするのと、サブカラーが一般販売版と同じダークレッドではなくライトグレー成型になっていたため、厳密に言えば一般販売品と同じ基準の色構成ではないのですよね。なのでキット化されれば、オプションパーツを除けば実に4年ぶり以上という超久しぶりの発売になるのです。こんな長い期間出てなかったんだ。なるほど。ここでキット化枠を勝ち取って久々のレッド版のキットとなれるのか、どうなるか楽しみだね。それで肝心のカスタマイズに関して何だけど、正直これはさっきも出ていた通り残念ながら同色のアイテムがかなり少ないんで、無塗装だとカスタムの幅が狭くなりがちなのと、エスポジット自体そこまでカラバリが多いわけじゃないんで、どう機体感での組み替え、カラーコーディネートもちょいと難しめなのが難点かな。とはいえ、例えばレッド版のメインとアルファのサブカラーを合わせて赤白の機体カラーにすれば結構目立ちそうだし、そこにベータのホワイト部分を混ぜてジムカラーのエスポジットを作ったりと、どことなく見覚えのある構成に色を寄せることができるなど、考えようによってはできることが多いかもしれないね。続いて見ていくのは、新作として出たそばから新カラバリゲットのチャンス、ウォルカノバクアットバイク版のダークグレーがエントリーだの。これはまた使いやすいカラーリングで使い勝手が良さそうなクアッドバイクが出てきましたね。ダークグレーに限らず黒系統の色に関してはサーティミニッツミッションに豊富に存在する各種ジョイントや武装など、これまで無数に登場しこれからも増え続けるであろうオプションパーツ各種がデフォルトでライトグレー成型なので、無塗装無改造でオプションを盛り付けカスタムしていく素体として非常に優秀な色になっているのですよね。しかも今回のダークグレーは薄めのブラックという感じで、ライトグレーと同色ではないもののかなり近い色。黒系統の色の中でも比較的相性がいい方な上、ウォルカノバには各携帯それぞれで未使用の各種ハードポイントが豊富に用意されているから、いろいろ盛り付けて遊べる上、可変機構によりエグザマックス、ハイブリッド、ビークル形態と3形態でのカスタマイズが楽しくなりそうな感じ。他のものと違い物珍しさとかは控えめだけど、実用性や楽しさの観点では結構いいキットなのかもしれないね。 A グループ3機目の機体はアルトのクリアカラーです。マジですか。ガンダムベースあたりでしか買えない印象が強いクリアカラー版がまさかの一般販売の候補に。このキットは見ての通りアルトのホワイト版をベースに装甲をクリア成型に変更したというか、うろ覚えだけど確かこのクリア仕様のアルトってシリーズ始動前の企画段階で作られた試作品、要はプロトタイプに当たるものの一つだってのをどこかで聞いたことがある気がするね。なんと、
ガンプラだと基本的に記念品的な感じの意味合いが強いクリアカラーのプラモデルですが、サーキニニッツミッションの場合だとこれまでに発売されなかっただけにそういう属性まで獲得しているのですね。と、この機体はやはり珍しさなどが現状考えられる大きな魅力になるのだと思いますが、前述の通りクリアカラーのサーキニニッツミッションキットは現状ないのでカスタマイズは非常に難しいと言わざるを得ないのが残念なポイント。とはいえ、フォレスピエリ01の胸部装甲など今あるクリアパーツをかき集めて機体を強化したり、通常カラーのキットに一部クリア版の装甲を組み込むことで何か特殊能力を持たせた、みたいな表現ができそうです。なるほど、確かに。最新ガンダムの彗星の魔女でいうシェルユニットみたいな感じの演出ができそうだ。汎用性が低めなのは否定できないけど、あったらあったでできることが増えそうで面白いかもね。4機目の機体はこちら。フォレスピエリ02のビリーンバンダの有人使用機が地上用カスタムを受けたみたいなイメージになりそう。機体の仕様自体は今あるダークグレー版と変わりはないですが、緑系統のカラーが出たことによってグリーンのクワッドバイクやエグザビークルタンク、アルト陸戦仕様のオリーブドラブなどと組み合わせることで無塗装で陸戦向けのカスタマイズを違和感なく施すことができそうです。これはこれで楽しそう。A グループ最後の機体はこちら、シエルノバのブラウン版です。意外とブラウン版が多いバイロン機にまた一つ仲間が増える可能性が出てきましたよ。できることに関してはフォレスピエリ02のグリーンと似てアルト陸戦仕様やタンクのブラウンと組み合わせ陸戦特化のカスタマイズを行ったり、ガルドノバと組み合わせ医療っぽい感じの雰囲気をさらに追加、またはゴルッカノバタンクと合わせて可変機構を追加してみたりと、これはこれでできることが多くなりそうで面白くなりそうな予感。ちなみにブラウンカラーは人気があるのか、あるいは公式側のお気に入りカラーなのかは不明ですが、他のグループにもちょいちょいエントリーしているので後ほどチェックしていきましょう。続いてグループ B のラインナップを見ていきましょう。まず1機目の機体はこちら、まさかのエグザビークル枠からエントリー、小型量産機のグリーン版です。おお、エグザビークル枠からもあるっては聞いてたけど、なるほど、これは納得。小型量産機は好きなフィオで初登場した新型フレームのランナーを持つエグザマックス以外では割と異例の機体で、その名とフレームが示す通りエグザビークルというか簡易エグザマックスとも言える立ち位置も結構特殊な機体になってるんだよね。小型量産機は現在カスタムしやすいライトグレー成型版のみで再販もあまりないことでレアアイテム化しているのが現状ですが、ここでグリーン版が加わることで色は違っても入手及び再販のチャンスが増える可能性が出てくるので、この機体に投票するのもありかもですね。小型量産機はボディや足をそのままエグザマックスに使えたり、コックピットの開閉リミットシート造形など他にはない魅力が詰まったカスタム面でもあると嬉しいアイテムなので、 B グループの投票先の一つはこれでもいいかなと思っちゃうね。2キット目はラビオットのイエロー版が登場だよ。ラビオットといえばオプションアーマーの一つ、特殊作業用アーマー、この成型色の一つがイエローだったことでオレンジ版と組み合わせることで作業用メカが作れるのが面白いポイントだったけど、ここでイエロー版が商品化されるとその特殊作業用メカとの相性抜群、つまり作業用エグザマックスとしてまた一つ選択肢が増えるというわけだ。まあ現状だとイエローのアイテムもそう多くはないのでカスタムの難易度が高いのは変わりませんが、戦闘用以外の方のカスタムを強化できるというのはそれはそれで面白そうではありますね。3機目の機体はこちら、ポルタノバのクリアカラーだよ。アルトに続いてポルタノバの方もエントリーしてきたか。クリアカラー版ということでカスタマイズが難しめなのはエリの方にいたアルトと同じではあるものの、今回の場合はメインがクリアグリーン、サブにクリアダークグリーンと、もともとクリアパーツに多い緑系統のカラーが多用されているので比較的カスタムはやりやすくなっているかもしれませんね。これも実物を見てみたいですね。それよりもだよ、さっきのクリアアルトはフレームの方は通常と同じライトグレーだったみたいだけど、どういうわけかこのクリアポルタはフレームカラーがゴールドになってるんだ。予想外の豪華仕様だよ。金色のフレームというとガンダムアストレイのゴールドフレームやストライクフリーダムガンダムなど強い機体が持つ特徴というような印象にもなりますね。かっこいい機体を無塗装で作れる良い材料になるかも。4機目の機体はこちら、ガルドノバのブルーグレーです。おお、
ガルド・ノヴァはその見た目からガンダムに登場するジオン軍の水中用モビルスーツ、いわゆるジオン水泳部に似た機体として話題になってはいたんだけど、このタイミングで水中戦にさらに特化できそうなカラーリングを引っ提げてエントリーしてきたね。ブルーグレーといえば、トルタノヴァ水中仕様2つ目のカラーとして新登場し、その後アタックサブマリンやシエルノヴァのアーマーとして出てきたサーキミニッツミッションでは珍しめのカラーなのですが、シエルノヴァのアーマーを最後に今に至るまでこの色を持つ新作アイテムが2年以上一切出ていないという、レッドやイエローなどと同じくある意味不遇のカラーとなってしまっているのが現状ですね。まあ、水中自体フィールド全体で見れば結構マイナーな場所だし、それゆえに水中仕様もまたマイナーになってしまうからね。基本的には宇宙や地上の方にリソース持って枯れちゃうだろうし、水中用として作る割合は比較的少なめになるだろうね。とはいえこれが発売すれば、水中仕様のカスタムもまた一つレベルアップしそうですし、このガルド・ノヴァが選ばれたならそれはそれで面白いことになるかもですね。 Tグループ最後の機体はこちら、レベル・ノヴァのグレーです。おお、グレーは色がついていないというわけじゃないけど、濃い色じゃないから塗装にぴったりな成型色で、それが重量機の中のオーソドックスな構造をしているレベルノヴァの新カラーとしてエントリーしてきた。と考えると、重量機のカスタムのベースとして使う分にはさらに向いている良いアイテムになること間違いなし、な機体の候補だよ。確かに、メインカラーのグレーはともかく、サブカラーのホワイトも塗装には向いている色になりますし、好きな色に塗るベースにする分には結構良さそうです。このブロックは欲しい候補がたくさんあって選ぶのが大変ですね。エントリーしている機体のチェックも折り返し、3つ目 C グループを見ていきましょう。まず1機目のエントリーはこちら、エグザビークルより装甲突撃メカのシルバー成型です。まさかのシルバー成型、いきなり特殊なカラーリングの機体がエントリーしてきたぞ。サーフミニッツミッションにおけるメタリック成型というと、以前ホビージャクアンから出たムックホンに付属していた特殊カラーのアルトに付属するガンメタ仕様のフレームのほか、一般販売品では唯一のアイテムになります。好きなピオナイト仕様、この2つとなっているね。そもそも一般販売版でメタリック仕様が手に入るというのも割と珍しめな気もしてくるけど、この機体が晴れてキット化された場合、メタリック成型のキットがまた一つ増えることになるのは良いよね。しかも嬉しいことに、シルバー成型となると塗装が施されていない金属むき出しの状態、いわゆるロールアウトカラー的な感じの表現ができたりと、きらびやかな印象だけでなく渋い印象を演出することもできそうなんですよね。そして装甲突撃メカそのものに関しては、小型量産機と同じく新型フレームを持つ疑似エグザマックス的な感じの機体で、こちらの場合はロイロイが乗り込んでいるロイロイ向けの強化スーツ的な位置づけのアイテムとなっています。それにエグザマックスとほぼ同じ構造の各種パーツがカスタムに役に立つのは言うまでもない話な上、何気に腰フレームを完全に覆い尽くせる装甲が登場した初のキットだったりもするんで、そういう意味でも狙ってみるのもありかも。さすがエグザビークル、カスタムパーツとしても超優秀だね。 C グループ2機目の機体はこちら、再び登場、エスポジット、そのグリーン成型版だよ。おお、レッドに続きグリーンも別グループでエントリーですね。カラーリング的には地上戦向けな印象ですが、現実の戦いを振り返ってみると、緑系の機体カラーを持つ戦闘機などもあるようなので、案外リアルな雰囲気を醸し出す空中専用可変機として結構いい感じのアイテムになるかもしれませんね。あ、そうそう、触れ忘れてたけど、今回のグリーン版は機種になるシールドが付属するアルファ仕様となってて、 A グループにいたレッド版はベータ仕様となってるの。何気に色だけじゃなく装備の違いもあるのいいよね。 C グループ3つ目の機体はこちら、地球連合軍より登場、シリーズ初のデフォルト無人エグザマックスことフォレスピエリ01、そのブルー版がエントリーだよ。おう、ホワイト版はマスターが改造用によく調達してきてたのを横で見てましたが、ブルー成型になるとまた印象が大きく変わりますね。フォレスピエリ01は有人機02による指揮及び本体に搭載されている AI の判断で戦う無人機。そのためなのか犬っぽいデザインの頭部に加え、頭部と胸部にクリアパーツが使われていたりと、暗めのカラーリングで目立ちにくくなっている02に比べ結構目立つ見た目になっているのがポイントです。それに加え、クリアパーツがクリアイエローになったのに引っ張られ、ビームソードの色も変化していたり、確定情報ではありませんが、
新型フレームの色が旧フレーム時の法則に倣って青みがかったブラックになっている可能性がありますね。これはもし本当にこの色のフレームになるのだとすれば、地味に新規カラーのフレームとなるので結構貴重ですよ。あとは結構覗けば結構ガンダムやジム的な形状をしているフォレスピエリの各部パーツだけど、ホワイトと組み合わせればマジでそんな感じのカスタムができるかも。無改造でもこんな感じの見立てでカスタムできるってのがサーフミニッツミッションの当初の展開だったけど、最近の新作は空張りが少ないからやりづらくなってますが、久々にこういうコンセプトが見えるようになってきて良いですね。4期目はこちら。またまた新作ながら新カラー候補に、ヨルカノバタンク版のオリーブドラブ成形です。現行のタンク版はブラウン、そして新候補はオリーブドラブ。これはアルトリクセン仕様とエグザビークルタンクの流れを組んでいますね。ヨルカノバ自体は完全新規造形だったとしても、その開発過程では間違いなく連合軍のその2機が参考にされただろうね。私たちが所属ムーブをしているバイロン軍は一応当時の公式戦では勝ったけど、アルトリクセン仕様が活躍しラビオットが初参戦した砂漠都市戦では間違いなく連合軍の主力として猛威を振るってたからね。あの時は勝ててよかったね。その頃私たちいましたって。まああまり触れない方がいいかもしれないので黙っておきましょうか。さてさて、まだまだ陸戦空のエントリーは止まらない。 C グループ最後の機体はこちら、レベルノバのブラウン版だの。お、レベルノバにもブラウン版が出てきましたか。相方ガルドノバと同じカラーリングになったので、発売されれば合体状態の見た目もまとまりが良くなって結構いい感じに見えるようになるかもしれませんね。それ以外にも、この色になったことでアルトリクセン仕様やエグザビークル及びヴォルカノバのタンクと合わせ、陸上戦に特化した機体構成にすることができるかも。プレ版レベルノバとは別ルートでの強化ができますね。ふむふむ。こうして見るとブラウンカラーって結構商品化やそれに準ずる企画に恵まれてるんだな。地上戦や陸戦向けの機体ってのを示しやすいデザートカラーとして使いやすいってのもあるとは思うけど、マスターこの色結構好きそうだったり結構喜んでたな。まあまだベルト決まったわけじゃないけど、キット化されたらどうなるかというイメージを持てたのはでかいよね。A グループのシエルノバと共にキット化されればバイロンのエグザマクスはブラウンカラーをコンプできますし、レベルノバの方も頑張ってほしいですね。さすがに同時キット化は他のラインナップを見た感じ厳しそうですが。ってことで、長くなったけどいよいよ最後のグループ。B グループ1番目のエントリーはこの機体、ラビオットのブラウンだの。ここでまたもやブラウンカラーがラインナップだね。まあ、ラビオットに関しては前述の通り初参戦した公式戦が砂漠都市戦と、もろにこの機体カラーが似合うフィールドだったからあってもおかしくはない。というか、むしろ今までなかったのが不思議なくらいしっくりくるのも説得力があっていいよね。カスタム面に関してもこれまでのブラウン機と同じようにアルト陸戦仕様、エグザビークル及びヴォルカノバのタンク、これらで陸戦仕様にするもよし、ガルドノバと組み合わせ近接戦特化の機体として構築するもよしと、既存の同色機が多いがゆえに出れば出るだけカスタムの幅も広がるっていくわけですね。特にラビオットブラウンの場合はアナザーエグザマックスプランラビオットの新規造形パーツも一緒に使うことで、プレ版仕様のレッドではなくブラウンカラーのアナザーエグザマックスプランラビオットを無塗装で作れるようになるというのも魅力的な点。パッと惨みな感じではありますが、拡張性を考えれば考えるだけどんどん欲しくなってくる組み合わせです。2機目の機体はこちら、レベルノバのホワイト仕様。なんとレベルノバのエントリーは3機目になるよ。レベルノバについては他のグループで語った通り重量級エグザマックスの素体として優秀な機体なんだけど、このグループではサーティミニッツミッションシリーズで初登場したエグザマックスになるアルトに使われていることである意味標準カラーになったとも言えるホワイトになっているのが大きなポイント。ホワイトは文字通りメインカラーが白なだけあって、そのまま仕上げるのにも塗装するのにもぴったりな汎用性が高いカラーリングで、それでいてサブカラーにパープルがあることで地味な印象になるのを防いでいる割といい感じの組み合わせだね。まあパープルは塗装のベースにするのはちょっと難しいカラーではあるものの、ガンダム各作品でよく見かけるメインホワイト、サブブルーのカラーリングのように青系統や紫系統の色に塗り替える場合はむしろ使いやすくなるのがポイント。考え方次第なのかもですね。3機目の機体はこちら、ガルドノバのグリーンバンダの。2
ついにガルドノバも相方のカラーでエントリーしてきたね。考えられるカスタムのパターンに関しては以前レベルノバブラウンのところで見たのと同じく、レベルノバグリーンとの合体の親和性アップのタールと陸戦仕様やエグザビークルタンクといった陸戦機とのミキシングや、ボルカノバのクワッドバイクとの組み合わせによる高速走行仕様にするなどといったカスタムができそうですね。その他にもラビオットやシエルノバとの組み合わせだったり発売されれば、だけど小型量産機やフォレスピエリ02のグリーン版と合わせて遊ぶこともできそうな感じだし、コンテストの結果次第ではより面白いことになりそうな予感を感じる組み合わせだね。このガルドも良いな。4機目の機体はこちら。再び装甲突撃メカが来た。と思いきや、まさかのメタリックカラー2つ目。ゴールド版でエントリーだよ。おお。これはまたゴージャスなメカが出てきましたね。装甲突撃メカ自体は前述の通りロイロイを乗せて強化する疑似エグザマックス的な機体なのですが、やはり今回の特色はそのカラーリングでしょうか。シリーズではまだ少ないメタリック仕様なのももちろん魅力的なのですが、渋い印象も演出できるシルバーとは違い、今回は完全にきらびやかさに特化したゴージャスなカラーのゴールドとなっていますので、カスタマイズ。というかシチュエーション的に言えば偉い人が出撃する時の随伴機みたいな感じなど、少し特殊な任務、あるいは式典用みたいな感じの使い方などができそうですね。これはあれだな。ポルタノバクリアに付属する金星系の旧フレームと組み合わせれば、ゴージャスさ 1000% の全身ゴールドな機体を作れそうだね。この2つに票を入れてみよっかな。ってことで今回のグランプリ最後のエントリーはこちら。エスポジットのオレンジ版だよ。お、やっとオレンジ版の機体出てきましたね。もっと出てきてもおかしくはないかなと思ってたんですが、サーキミニッツミッションにおけるオレンジといえば、砂漠都市戦開催時にホワイトカラーと共にラビオットに初実装された色なのですが、当時珍しい色だったからなのか、それによってユーザー側の需要が増したのかは不明ですが、ホワイトと比べるとめちゃくちゃ需要があったようで、すぐ売り切れたり転売ヤーに狙われたりしてすぐなくなった上、その後長い間再販も行われなかったため一般販売品ながら幻のラビオットと化していた時期があったというのが記憶に新しいですね。その後オレンジは一応アルト空中戦仕様のセカンドカラーとして発売されたのは良いんだけど、それを最後に新作が出なくなった、これまた不遇のカラーとなってしまったんだよね。またオレンジのカラーはここまでに書いた通り連合機にしか発売されてないものになるんで、逆にバイロン機にしかないブルーグレーと同じようにカスタムの方向性が自明で縛られがちな点がちょっと残念かな。その点に関しては今回のエスポジットアルファのオレンジも打破することはできなかったわけだけど、この場合はアルト空中戦仕様と組み合わせることで空中戦にさらに特化した機体構成にすることができそうなんで、アナザーエグザマックスプランのエスポジットシータに使われているネイビーと合わせオレンジは空中戦機のカラーとして見るのも良いのかもしれないね。ということで、以上でカラバリグランプリにエントリーしている計20機のチェック動画は終わりになります。20機か。思えばそんなにエントリー数多かったんだね。まあ今回エントリーしていないカラバリも多数存在する中で、すでにエリスグリの機体たちがこうして20機集まってるんだと思うけど、私からの正直な感想を言わせてもらうと、ニッと言わず全部発売してください。全部魅力的で欲しくなってきましたよ。ってところかな。おう、欲張りです。でもまあ、今回の動画でも一つ一つ見てきたように、どの機体にも使い道がたくさんある魅力的なもの揃いなのは間違いないですし、時間かかってもいいので今回選ばれなかった機体もぜひ商品化してほしいですね。ってことで今回の動画はここまで。編集中に日付変わって開始日になっちゃったけど、どの機体に投票した、またはしたいか、あるいはどんなカスタムができそうか、ということなど、よかったらコメントで教えてね。それからもう一つ、いつも動画公開のお知らせに使っているコミュニティ機能にはアンケート機能があるようなのですが、せっかくの機会なのでこれを使ってどの機体が勝ち上がりそうか、という予測をやってみようかと思います。アンケートは出来上がり次第どこかでお知らせをしようと思いますので、よかったらこちらでも教えてくださいね。それではまたお会いしましょう。